曜夜10時から、うん、アベマで放送中の恋愛番組今日好きになりましたから、はい、今日好きメンバーの皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。まずはゆうかさん、ランウェイ歩いてみていかがでしたか？そうですね、前回福岡に参加させていただいた時は、はい、ちょっと緊張で、うん、緊張ばっかりだったんですけど、うん、はい、今回は楽しく参加することができてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。りょうかさん、はい、今日のファッションのポイントを教えていただけますか？はい、今日は夏コーデということで、ゆわとお揃いでもう夏っぽいカラーを取り入れてペアルックにしてみました。確かに夏っぽい。でもみんな爽やかだ ね、すごい爽やか、うん、かわいい。それではここで現在放送中の今日好きになりましたセブ島編の映像が届いておりますので、おーおー、はい、ご覧いただきましょう。スクリーンにご注目ください。バカにしないでよ僕ら、自由の身を自由に泳いで、かぶれた恋でも憧れた。セブ島に乾杯。ドキドキさせたいなと思って。やば、めっちゃかっこいいじゃん。両思いになれますように。大好き、愛してるよ。初めてこんなに人のことを好きになりました。ねえ、キュンキュンしちゃう。死ぬ、ねえ。ということでめちゃくちゃ楽しみじゃない、うん、めっちゃ楽しみ。小声でうちらもセブ島行こうとか言って。普通に行きたいもんだ。行きたいね。はい、前回の旅で一緒だった3人が今回の旅にも継続して参加されているということなんですけど、はい、田口さん、現在放送中のセブ島編見てますか？見てますね、うん、小夏編から継続したジュリと小太郎と裕次郎の恋の行方が気になるところもありつつ、はい、ここからが見どころだと思うので皆さん最後まで一緒に11人の恋を温かく見守っていただけたらなと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。今日好きになりましたセブ島編は毎週月曜夜10時からアベマで放送しています、はい、ぜひご覧ください。以上、今日好きになりましたのステージでした。今日好きのメンバーの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなありがとう。いいね、めっちゃキュンキュンしちゃう。ありがとうね。うちらって今日好き参加できないか。できません。残念ながらいつもオーバーしすぎてる。ごめんなさい、いろんな意味でね、いろんな意味で、そうそうです。